ともかく失礼があってはならぬ。丁重に扱い。分かった。どうやら行ったみたいだ。フォンデュース、奥に進もう。よし、探索。お炎の音？お、メダル。ああ、先進んじゃった。はい。ナポレオン。あ、急にまたボイス。後ろに誰かいるみたいだ。くそ、暗くてよく見えない。大義であったな。貴様の働きにはいずれ報いようぞ。なんか後ろに誰かいるぞ。閣下の破業のためであればこそ手を尽くしました。あの声は。一刻も早く知ってる人？世の遺産を復活させねばならん。竜の玉座を完成させるには残る二つの秘宝が必要。そんな秘密ペラペラ喋ってるんだよね。こういうタイミングいいね。二つ、王妃の首飾りと太陽王の十字架が。しかもご丁寧になんか言ってくれてるし。この声は間違いない。ん？父さん。父さん。回答ある。なぜここに。ナポレオン、今誰と話をしていた。やれやれ、どこまでも無礼な小僧だ。自分の置かれてる状況を理解しているのか。貴様は今獅子の群れに飛び込んできた哀れな獲物も同然なのだぞ。まあ世にとっては典型だ。おとなしく献上するがよい。貴様がノートルダムで手に入れたものをな。竜の玉座か。者ども、奴を捕らえろ。お、また戦闘か。左の敵は十字ボタン、右の敵は A ボタン。オッケー。これは誰なんだ。教えてやるわ、地獄の果てで。うわすんごい早かったね今。父さん、なぜ。なぜ。すんごい早かったよね。勝利相場。勝利相場。あれは父さんの声だった。父さんは奴らと組んで何をしようとしているんだ。あいつらが狙っているナポレオンの遺産、もし父さんがそれに関係しているのならあいつらより先に手に入れるしかない。必ず父さんに会って真実を突き止めてやる。ワンワン。ワンワン。確か竜の玉座を完成させるにはあと2つの秘宝、王妃の首飾りと太陽王の十字架が必要って。まずは王妃の首飾りってやつを探してみるか。でも町で聞いたってそんなもの誰も知らないだろうし、考古学に詳しい人を探すしかないな。パリ第一大学に考古学に詳しい学者がいるって雑誌で見たことがある。フォンデュ、行ってみよう。パリ第一大学へ向かい。いつの間にか夜だし。
と咳払いの声はまだ手に入れてないんだよね。うーんはもういいんだよ。よし、質問。間違えて押しちゃった。まあいいや。上も特にないかな。もう咳払いだから人間がいるとこだよな多分。パリ第一大学じゃない。まあなんかアイテムとかありそうだけど、先にあ、どっかであったよ。こっちが多分進む方だから上から探索しとくか一応。よし、じゃあ先進もう。おじさんメダルか。あー見つけた。これ3かな。あ、4か。3が多分あそこだもんね。オッケー、よし行こう。これがパリ第一大学。広いね。ここから考古学者をどうやって探すかな。迷っててもしょうがない。片っ端から聞いてみるか。片っ端から2人しかいない。お、あくびの音取れそうだな、あのおじさん。でもなんかあのおじさん考古学者っぽいから女の子から話しかけるか。ロザリー、そこで寝ている教授が。やっぱり一回寝たら起きない。ああ、そこでニワトリの音を使うんだな。グー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 。すごい人じゃん。フランスで3本の指に入る考古学者か。この教授を起こしたら王妃の首飾りのことが聞けそうだね。さすがに朝まで待つことはできないし、どうしたものか。朝、この教授朝に起きるんだよな。ってことは朝になったことを伝えれば。とりあえず町に戻って何か使えそうなものかないか探してみよう。もう持ってる。あ、違う。あったあった。おはようございます。ふわー、よく寝たな。もう朝か。めっちゃ目覚めてる。アランさん、君が起こしてくれたのかね。はい、そうです。ニワトリを使ってね。ニワトリだって。それはびっくりだ。ってわしに何か用かね。実は質問があるんです。王妃の首飾りをご存知ですか。王妃の首飾り。王妃の首飾りとはマリー・アントワネットか。お、こんな時に電話。お、すまんすまん。今日は大事な用事があってな。もう行かなければならないのじゃ。
王妃の首飾りについて知りたいのなら、バンドーモ広場の奥にあるパリ歴史文書館に行ってみなさい。確か王家の伝統問いさんという本に首飾りのことが書かれているはずじゃ。自分で調べてみるのは勉強になるぞ。考古学とはそうやって学んでいくものだ。起こしてくれて感謝しとるよ。では失敬。行っちゃった。せっかく起こしたのに。しょうがない、パリ歴史文書館に行ってみるか。よし、パリ歴史文書館行ってみよう。ここはもう何もなさそうだね。よし、行こう。ん、誰だこいつ。なんか人の配置変わるんだね。まあいいや、先進もう。なんかあったかな。特になんもないか。誰だこいつ。このブノアさんも素晴らしい肉体見てみな。なるほど、頭もいいんだね。文武両道というやつですか。お、パトカーの音ゲット。よし、先に進もう。ここがパリ歴史文書館。名前の通り随分歴史がありそうだ。例の本はここにあるんだな。犬連れてっていいのか。よし、行くぞ。おー、なんか結構広そう。とりあえず話しかけよう。困ったな、論文の提出期限が迫っているのに全然進まないんだよ。司書の方、人手が足りないみたいで、電話が鳴るたびにあっちとこっちをバタバタと行き来するんです。ほんとうるさくて全く論文が進まないよ。そんなことなら電話を受付に置けばいいのにね。なるほど。電話の音、イエーイ。これなんか使うんだな、きっと。この後忙しい忙しい、今日はどうしてこんなに忙しいのかしら。あら、いらっしゃいませ。当館へはどのようなご用件でしょう。王家の伝統と遺産について調べたいんです。王家の伝統と遺産、あの本は重要文書に指定されていますね。そうなんですか。この扉の奥、重要文書室にあるんですが、学術会員しか入室できません。一般の方は立ち入り禁止なんです。ここまで来てでも諦めるわけにはいかない。しょうがない、こっそり入らせてもらおう。重要文書室に入るにはあの受付の司書の目をそらす必要があるな。何か手はないか。よし、電話の音使おう。はいはい、ただいま出ますよっと。やれやれ、本当に今日は忙しいわ。パタ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 。よし、
司書が受付から離れたぞ。今のうちに14文書室に入ろう。おし、入ろう。あれ、ガチャガチャ、そりゃ鍵かかってるよな。なんだこのドア。これは仕掛けドア。秘密の暗号を入れなきゃいけないみたいだな。ボタンはこのコイン。どうやら規則性のある暗号を解読して当てはまるボタンを押す仕掛けみたいだ。重要な書類を守るためなのか、ずいぶん凝ったことをするね。しょうがない、やってやるか。っていうか、そんなことしてる間に戻ってくんじゃないの。なんだこれ。順番に変わる記号の法則を見極め、8番目に入る記号を予測し、当てはまる記号をタイミングよくタッチしましょう。あー、なるほど、なるほどだって、なるほど。結構簡単な仕掛けじゃん。凝った仕掛けって、そこまで凝ってない。よし、開いたぞ。中に入ろう。ん？それにしてもあの司書まだ電話してる。本当に仕事で電話なのかな。急ぐ必要なかったみたいな。っていうか、自分でさ、音出したのに本当に電話来てたの。まあいいか。さてと、王家の伝統と遺産はと。本がたくさんありすぎて、この中から見つけられるかな。そうだ、フォンデュー、あの教授の匂いがする本を教えてくれない。その中に王家の伝統と遺産があるはずだ。すげえわかりやすい。その前に探索。王家と、王家の伝統と遺産。この本だ。ボロボロだ。あったぞ、この本だ。フォンディ、サンキュー。ハフハフ。何これ、フランス古語じゃないか。父さんから昔習ったことがあるけど、ところどころの単語しかわからないな。王妃、首飾り。マリー・アントワネット。文明、古代の宝。中央、ダイヤ。王妃、涙。どういう意味だろう。美しいアントワネット王妃の涙に例えられたダイヤってことかな。くそ、文字が薄れてここまでしか読めない。歴代所有者の名前はなんとなく読めるけど。あれ？現在の所有者の名前、エリザベート、公爵夫人、マリアのお母さんじゃ。どういうことなんだ。首飾りの所有者がマリアの母親なのだとしたら、マリアがナポレオンに襲われたのもそれに関係が。何か裏がありそうだな。アパートに戻って考えよう。そうしよう。帰ればいいのかな。それにしてもあの師匠まだ電話してる。まだ電話してんの。まあいいや、帰ろう。アパートに戻れ。なんだこの陽気な人は。いや、アミゴ、そんなに急いでどこに行こうってんだい。私は遠い国からこのパリ祭を盛り上げに来た救世主ポールさ。私たちの国ではお猿もクマもみんな一緒に楽しく踊るんだ。君も一緒に踊ってみないかい。お、リズムゲームだ。やってみよう。何、流れてくるマークに合わせてボタンを押そう。十字キーと XBA。 あ、ここか。あ、ここね、なるほどね。ああ、わかったわかった。そういう対応の仕方か。まあいいや、とりあえずやろう。動作が不安定な時は 3D 映像本体耐えらない。みんなで踊るよ、アミーゴ。3、2、1。
はい。1、2、3、4。上傾きがどうも反応しないんですけど、まあいっか。ショーイズオーバー。いやいや、ランク A だし。